こんにちは、直樹です。今日は先ほど採用試験を受けてまいりまして、内定をですね、いただくことができました。いやー、本当に安心ですね。うん。私はですね、福祉の道に進むということで、私はこれからね、福祉の道へ進みます。で、私はですね、高校で3年間、大学で4年間、合計7年間ですね、福祉について勉強してまいりまして、改めて私はですね、福祉の方がね、向いてるかなと思いまして、私はですね、これから福祉についてね、道へ進みます。本当にね、次の先生にはご心配をおかけしまして、何度もね、相談に乗っていただきました。で、本当にゼミの先生はですね、優しい先生でありまして、何度もですね、助けていただいて、ご相談にもね、乗ってくださいました。本当にありがとうございました。ゼミの先生にも報告しまして、で、親にもね、報告しましたので、一安心かなって私は思っています。で、これから私も社会人ですけども、社会人になってもですね、ルールを守ってですね、精一杯ね、頑張ってやっていこうと思っております。何かね、社会にね、貢献できればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。これからはね、動画投稿なんですけども、動画投稿はですね、多分忙しいと思いますので、週に2、3本ぐらいね、もしくは週に1本ぐらいに上げればいいかなと私は思っております。で、私ね、サブチャンネルもね、運用しておりますので、サブチャンネルでね、直樹の栃木旅っていうね、チャンネルも運営しておりますので、説明欄にね、概要欄にリンク貼っておりますので、よければね、そちらもね、ご覧になってください。そこではですね、私がですね、栃木の観光地をですね、ご紹介したり、自社部活をしている動画もね、ありますので、そちらも合わせてね、ご覧になってください。そしてですね、チャンネル登録のほどね、ぜひよろしくお願いいたします。はい、というわけで私はですね、内定をね、いただきましたというわけで、これからもね、自分なりに頑張ってやっていこうと思っております。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。